えたら笑顔。そう。あ、あ、おいいよ。あ、いい、あ、いいな。あ、アイドルだね。頑張れ。お。その前の顔が。待ってるのか分かんない。その前の顔が。あれ素の顔でも何でももうマジでぶち殺すからなって。さすがにその後の笑顔は良かったよ。さすがにね。ほらまだ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 行くよ。あるよ。はい真顔。あーいい小池はいいね。あ、うわ。小林のこのギャップね。あ、上村もいい。いいいいね。あ来た。あーいいんじゃない。いいね癒し系。あ。鈴本いけるか。嫌です。なんだよ。あそれでは田村さんのこのスパイクをリサそして、長澤くんもやる気があるっていうことで。はい。で長澤くんもずっとリサにくっついてどうやる。長澤くん初めてのレシーブ。ね、さあそれではスパイクお願いします。怖い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 。おーおーかっこいいじゃん。あーいいうまい。なんだかんだリサがかっこいいやつじゃん。かっこいいじゃん。もう一発もう一発もう一発長澤くんにもう一発。いけいけいけ。なこ先生はい。いけ。長澤くんどう？大丈夫？大丈夫？全然大丈夫。全然大丈夫？でも上がってたからボール。パニック長澤くん大丈夫ね大丈夫大丈夫大丈夫よ長子先生頭に当たった後に大丈夫大丈夫って近く行った時こうやってたからね大丈夫意外がね一緒にやっていただけませんからのお願い。てんちゃんが言ってんだよ。てんちゃんからのお願いでジュリエッタのネタを一緒にやりたいんだって。なかなか言えないよ。そう。こんなやっぱ中1の子がさお姉さん方にやらないわけにはいかない先輩たち。しかしてんちゃんからさらなる提案が。何回もやりましょう。これどういうことどういうことてんちゃん。あループで。何回もはい。やるとそれがいいんだ面白いんだ、はい、なるほど何回も何回もてんちゃんが満足いくまでやっていただきましょう、うん、お願いしますエレベーターとエスカレーターがどっちがどっちか答えになって最終的にグルグル回ってエスカルゴパリラパリラパリラいいよいいよはいはいもう一回もう一回もう一回エレベーターとエスカレーターがどっちがどっちかいいよ。テンちゃん満足した？はい。よかった。